修羅丸。ねえ、久美子さんのところって娘二人でしょ？女の子ってさ、結局家を出て行っちゃうわけでしょ。それに跡取りがいないと大変じゃない？リナさん、おはようございます。両実家ともに普通のサラリーマン家庭ですからね。跡取りとかはそんなに考えてないです。ありえない。え？男産めないからって開き直りは良くないと思うけどな。それじゃ旦那さんがかわいそうだよ。男としてのメンツ丸つぶれじゃん。そんなことはないと思いますけど。うわ、何も分かってないんだね。そんなんだから不倫されるんだよ。不倫？何の話をしてるんですか？あー、やっぱり分からなかったか。鈍い女ってこれだからダメなんだよ。だから男の子が授からなかったのね。気が利かないからよ。それに地味だし、本当につまらない女よね。あの、さっきから何なんですか？失礼な。そんなことで産み分けできるわけないじゃないですか。それに私は可愛い娘二人に恵まれて本当に感謝しています。はい、負け惜しみ。はい。あのね、あなたの旦那さんは男の子と遊びたがってたの。だからね、うちの息子たちと遊ぶのが楽しいって。うちの息子たちも若いパパの方がいいってさ。あの、本当にさっきから何を言ってるのかよくわからないんだけど。たかしさん、今日いないでしょ。たかしさんってなんで私の夫を名前で呼ぶの？もうわかってるくせに。今日ね、私とたかしさんで旅行に行くのよ。というかもう車に乗って移動中。私テンション上がって車内でちょっと飲んじゃってるの。お酒？リナさん確かすぐに酔っちゃうんじゃなかったっけ？そうなのよね。もうすぐベロベロになっちゃうの。でもね、たかしさんはそんな私のことがすごく可愛いって。そうやって優しくしてくれるんだよ。今たかしに連絡したけど出ない。今日たかしは実家の手伝いに行くって言ってたけど。だからそれが今私と一緒にいるんだってば。そんなこともわからないなんて本当に久美子さんって頭悪。今実家に連絡したけどそんな約束してないって言われた。本当に本当にたかしと一緒にいるの？そうです。ちょっと待って。じゃあリナさんのお子さんたちは？旦那さんは今日仕事だよね。あ、伝えるの忘れてた。は？家の前に男の子3人置いてきたから面倒見ておいてよ。大雪だから早くしてね。こっちは旅行楽しんできます。調子乗んなよボケが。え？さっきの話じゃ酒飲んで調子良くなった結果不倫の暴露か。謎にマウント取ってご機嫌じゃん。ふざけてんの？ちょっとやだ。そこまで怒らなくてもいいじゃないの。外は大雪なんだよ。今子供たちを玄関まで入れて警察に連絡してもらったよ。してもらった？今うちの義母が来てるの。つまりたかしの実の母親だよ。お前とは縁切りだこのバカ息子って言ってるから、そこにいるゴミに伝えておけよ。ま、待ってよ。警察って？不倫女地獄見てもらうよ。私の名前は久美子。中学生と小学生の娘がいる平凡な兼業主婦です。以前からいい加減な夫には悩まされてきたのですが、まさかご近所のママさんと不倫しているとはね。旅行でテンションが上がり弱いのにお酒を飲んでそのまま不倫を告白してきました。リナさんは男の子を3人産んでいる方で、以前からマウントもひどくて、まあある意味うちの夫とはお似合いなのかもしれません。そんな二人のことはどうでもよくて、今はあの三人の子供たちのことを考えないと。リナさんは同年代だけど出産は遅かったんです。そのため子供たちは小学生が二人と幼稚園生が一人。わけがわからないまま大雪なのに外に置いていかれて、無事だったしみんな元気でした。でもね、こんなことをするなんてもう絶対に許さない。数日後。ちょっと、たかしさんに連絡するように言ってちょうだい。連絡取れないの？どうしたらいいの？あのね、不倫女が何ほざいてんの？全部が終わって離婚するまでおとなしくしててよ。え？本当に離婚してくれるの？やった！やっぱりね。は？だって私と再婚したいって言ってたもんね。あんたって本当にバカなんだね。ん？そんなの不倫相手にはそう言うでしょ、盛り上がるために。
逆に言ったらそういう言葉を使うようなバカなのよ、あの男は。後のことなんか何も考えちゃいないんだから。ちょっとあんたね、あの女とはただの遊びだった。金出してくれるから適当に褒めておけば調子に乗って腕時計とか買ってくれるって。あんた金づるにされてたんだよ。え？なんで腕時計のこと知ってるのよ。たかしさん、職場のロッカーにこっそり入れてあるって言ってた。全部言わなきゃ慰謝料上乗せするぞって言ったら大泣きだよ。あんたとの LINE のやり取りも全部見せてくれたから、写真や動画も全部データ化してそちらの旦那さんにも送ったよ。うちの旦那は関係ないでしょ。なわけねえだろ、ふざけてんのか。え？その小さい脳みそでよく考えてみな。しかしお笑いだね。何がよ。普段から男の子が埋めた、跡取りが埋めたってマウントしまくりだったのに結局離婚することになるなんてね。離婚って私が？当たり前でしょ。うちのバカ旦那と再婚するには今の旦那さんと離婚しないと。そうなると慰謝料が発生するんだよね。そりゃそうでしょ、当たり前だよね。証拠もたくさん揃ってるから旦那さんは勝ち確定。リナさんの旦那さんとも今やり取りしてるけどさ、絶対に離婚するってさ。そう。あんたみたいなわがまま女とずっと一緒にいてくれたのにね。そんな人を裏切ってうちのバカ夫と不倫して離婚か。ま、いい機会になったかな。何よその言い方、負け惜しみ。義父母もカンカンでさ、縁切りするっていうような男だよ。そんな男のために離婚することになっておめでとう。リナさんとのことは遊びだった。どうせ再婚するなら若い女がいい。こんなこと言っているうちのアホとどうぞお幸せに。何よ。もう笑っちゃったよ。私との離婚も嫌だけどリナさんとの再婚はもっと嫌なんだって。本当にうちの旦那ダメ男だからな。義父母も義妹もみんないい人なんだけど旦那だけが突然変異なんだよね。義家族が好きだからずっと離婚を我慢してきたんだけど、ここまでされて我慢する必要はないよね。もう私の周りはみんながやる気って感じ。あの時子供を迎えに来てくれたリナさんの義実家なんてもう絶対に許さない。息子がなんて言おうと離婚させる。これだけは絶対にダメだってすごく怒っていたっけ。まあ旦那さんも離婚したがっていたんだけどね。結局私もリナさんたち夫婦も離婚。子供を雪の中置き去りにするような女には渡せないと親権も旦那さんが取ることに。慰謝料や養育費も親たちが協力して相場より多く払わせました。というか吐き出させたって感じかな。あとはみんなついうっかり口が滑って今回のことを広めまくり、アフォ元旦那とリナさんは孤立した結果、一人でいるよりはと再婚することになりました。まあリナさんは喜んでいたけどね。ここからが本当の地獄。久美子さん助けて、もう辛い。なんであの男まともに働かないの。うるさ。え？あんたどんな顔して私に連絡してきてんの。もう辛いって。そんなこと言われたら私笑いが止まらなくなっちゃうじゃない。ひどい。あんなゴミみたいな男とはいえ人の旦那に手出したのよ。あんたの方がひどいじゃん。だってこんなことになるなんて思ってなかったの。たかしさんはいつだって優しくてロマンチックだったのに、今じゃただの日雇いの仕事もできないおっさんよ。まあ外出すのに恥ずかしいから身だしなみはチェックしてたもんね。あの人放置しておくと1週間お風呂も入らないし歯も磨かないから、もう体臭もひどくて。そりゃそうでしょ、そいつもうおっさんだもの。不倫してる間っていうのはね、相手がよく見えるものらしいよ。私妊娠したの。はあ？私妊娠したのよ。だってたかしさん男の子欲しいって言ってたし。なのに本当に俺の子かって聞くし、嫌な男。まあそこは元旦那に同意かな。え？たかしだけじゃないでしょ不倫相手。下半身緩いんだね。他の男とも不倫してたでしょ。ちょっと待って、勘違いだよ。リナさんの元旦那さんが探偵に依頼して証拠を集めたの。これからさらに慰謝料請求されるんじゃない。いや大変だね。ま、頑張って。いや、いや。
その後、リナさんの元旦那さんは追加で慰謝料を請求。複数の男性がいたらしく、ぶんどるぞーとノリノリでした。私は詳しくは知らないのですが、示談書を残していた場合、追加請求が難しいケースもあるのかな。でも、そういったものを残していないので、リナさんにも再度請求したそうです。不倫相手たちには当然慰謝料を請求したので、そのお金は子供たちの未来のために取っておくんですって。結局リナさんと元旦那はまた離婚。妊娠中だけど誰の子かはわからないんだろうね。いろいろな男のところを転々としては追い出されているみたいです。子供には罪はないので、いい人に引き取られてほしいな。本当に何がしたかったのかわかりませんが、ただの不倫の延長で愛のない再婚をしても、まあこんなものですよね。私は長年モヤモヤしていた旦那との縁が切れて、なんだかすっきり。ただ単に義実家との関係を壊したくないからそばにいたということが改めて分かりました。まあ今は娘たちのおじいちゃんおばあちゃん、おばちゃんとしていい関係を築いています。これこそが私の望んでいた最善の形なのだと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。